先月経営破綻した暗号資産の大手交換所 FTX トレーディングの創業者サム・バンクマンフリード容疑者が12日滞在先のバハマの警察に逮捕されました。逮捕はアメリカ政府からの要請を受けたもので、今後身柄が引き渡される見通しです。アメリカの検察当局は13日バンクマンフリード容疑者を詐欺や資金洗浄、選挙資金法違反など8つの疑いで起訴したと明らかにしました。